前回は桑田選手に、そうですね、好きな食べ物をお伺いして、それをたこ焼きのトッピングに応用できないかなと思って、いろいろちょっと開発してみたんですけども、はい、前回ピザが好きということで、はい、今回はチーズたっぷりで、はい、ピザソースベースの、新しいものを作ってきました。工夫した点はですね、ピザのソースと上にバジルがかかってるんですけど、そのバジルに隠し味として川田選手が一押しであったですね、わさびをちょっとトッピングしまして、はい、で新しいオリジナルのものが出来上がってますので、ぜひご試食いただけたらと思います。いただきます。一番に向けを意識してるんですけど、戦績にももうちょいわさび効いた方がいいと思います。いやどうですかね、十分効いてますか？言われて分かる。おいしさが十分あるから。おいしさがありそうなもんね。味なんやろうな、ふわっとはきます、ちょっとだけ。ああ、なるほどね。ちょっとツンとした感じが後に残るぐらいやなと。ああ、ちょっとインパクトには欠けてるなとは自覚はしてるんですけど、あんま辛すぎても。そうですね、ちょっと嫌いな方がいるかなと思って。うん、はい、めちゃくちゃ美味しい。あ、本当ですか。いや、まあ初めて言った時ピザなんですけど、はい、中がたこ焼きなんで。ああ、はい、ピザソースはですね、トマトソースの定番の味付けにちょっとだけたこ焼きのソースを混ぜてですね、その小麦粉の生地と合うように作ってます。たこ焼きでだしも入ってますから、ちょっとソース味が効いた方が風味がいいのかなと思って。ちゃんとたこ焼きとして美味しいです。たこ焼きっていう枠の中にうまく落とし込めたかなっていう気がするんですけど、す、ね、ピザだけな感じは全然ないです、はい。そうですね、僕がこのタンとかハラミとか好きだったので、それをお伝えしたら、こういう素晴らしい感じだね、どんぶりが。梶川選手がこってりしたものがあまりお好きじゃないっておっしゃってたので、まあ、できるだけあっさりしたもので、シンプルに塩コショウとごま油で味付けして焼いております。で、この2種類のネギ塩、本来でしたらタンとかハラミ、焼肉屋さんでしたら、レモンつきますけど、徳島ということなのでスダチを使っております。でこちらで、梶川さんにどちらのネギの味がお好みか判断していただいて決めていただこうかなと思っております。重ですね。シンプルな方がいいですか。はい、じゃあ次塩だれの方。こっち半分がそうですか。はい、うん、どっちも美味しいな。タンの塩コショウの、はい、かな。最後僕は最後、はい、いいですね。こう決め手みたいなのもありますか。まあ、悩んだ末になんですけども、いや単純に僕はタン好きっていうのもありますし、あ、はい、タン好きであっさりっていうシンプルな。じゃあ守護神カジノに塩タンのお伝え。あ、いいですね。ありそう。はい、ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。